き投げろ野郎が。よっしゃ。部屋に戻ってウォーレンの USB を取ってこないと。プレスコット寮だってこの寮までネイさんの家の持ち物ってわけ。アリサとはもっと仲良くなれそうだな。あれマックス、何読んでるの？愛と永遠の眠りの狭間で。おいおい、分かってる、何も言わないで。でもそれベストセラーだよね。元気？一人で恋愛小説を読んでる私に聞く？ボルテックスクラブでビクトリアと遊ぶ方が楽しいかも。読書の方がマシだよ。まあね。じゃあ続きを読むから。こちらローガン・ロバートソン、 100% 嫌なやつ。いいね。やめろよ、写真を撮りたかったら金曜日の試合中にしてくれ。ザッカリーってフットボールよりビールが好きそうな顔してる。今フットボールの練習中だ、あっち行けよ。あのトーテムはトバンガっていうらしい。前にウォーレンがそう言ってた。ケイトだ、いつもより塞ぎ込んでるみたい。ケイト。マックス、授業はどうだった？よく覚えてない。授業なんてどうでもいい気分なのかも。私でよかったら。今はちょっと一人になりたいんだ。ごめん。ナイススロー、ナイススロー。元気ないけど大丈夫？なんか今日は何もかもどうでもよくて、めんどくさくてごめんね。私でよかったら。今はちょっと一人になりたいんだ。ごめん。かわいすぎるでしょう。猫だったらもっとやばかった。いいね。サミエルのことを怖がる人もいるけど、怖い人じゃない。変人ではあるけど。サミエル。いや、元気かい？今日は忙しそうですね。僕はいつでも忙しいさ。今日は庭掃除、それからペンキ塗り。レイチェル・アンバーのビラまで塗りつぶさないでくださいね。光を塗りつぶすことはできない。レイチェル・アンバーに何があったんですか？それは本人にしかわからない。まあ確かに。でもビラを見ると気がめいっちゃって。光を塗りつぶすことはできない。レイチェルと知り合い？プリズムを知ることはできない。ただ見つめるのみだ。ではペンキを塗りに行くよ。何があったんですかね。過去に執着すべきではない。僕は前進し続ける、時計のように。どんな子でしたか？人気者だったと思うけど。太陽の光も影を作る。彼女は光であり影だった。乾電池と同じだよ、プラスとマイナスを持つ。それじゃあまた。足元に気をつけるんだよ。掃除が終わったらペンキ塗りだ。
うわ、ビクトリアと取り巻きちゃんたちだ。あら、自撮りクイーンのマックス・コールフィールドさん。個性吐き取って、マークじゃなかった、ジェファソン先生の気を引くなんて。ダゲレオタイプレズ、ろれつ回ってなかったし、酔っ払ってるのかしら。賢いマックスさんならこれを見てわかるでしょ。通行止めよ。待って、動かないで。傑作が撮れた。安心して、 SNS にばらまく前にレトロフィルターで加工してあげる。じゃ、さよなら自撮りぼっちさん。ムカつく、絶対どかせてやる。ひどい言葉、もう二度と聞きたくもない。はしごをいじってサミュエルを怪我させたくない。ビクトリアが毒だけでいい。水をもっと出してビクトリアと取り巻きを移動させられるかも。スプリンクラーのバルブ、私でも使えそう。ちょっと何なの、信じられない、ずぶ濡れよ。大丈夫、ただの水だよ。これカシミヤなんですけど、この服いくらしたか分かってるの。そうだよね。もうマジで最悪。ずぶ濡れで惨めなのにおしゃれに見える。ビクトリアの近くにペンキ、いいこと考えた。よし、これでどうだろう。これカシミヤなんですけど、この服いくらしたか分かってるの。そうだよね。もうマジで最悪。ちょっと冗談じゃないわよ。大丈夫ビクトリア。ああ申し訳ない、髪の毛につくと落ちないんだよ。すまない。頼らないでよ、気色悪い。今タオルを持ってくるから、ちょっと待ってて。早くしてよ、乾いちゃうでしょ。大成功。私を舐めた罰だ。一人で座ってるとなんだか悲しそうに見える。あの、ビクトリア。マックス、何かよ。大丈夫？その服カシミヤだよね。まあね。でも他にもあるし。前から思ってたけど、いつもおしゃれだよね。否定はしないけど、ジェファソン先生にも言われたし。それに写真の才能もすごいよ。リチャード・アベドンっぽい。アベドンのファンなの。ちょっと嬉しい。ったく、タオルはまだ？いつまで待たせるの。さっきの写真消すね。意地悪して悪かった。
あと自撮りぼっちとか言って。ムカついたけどちょっと笑えたよ。今日はなんかついてないみたい。わかる、そういう時ってあるよね。じゃあまた。じゃあね。これじゃビクトリアに都合がいいだけ。仕返しした方がいいかな。とにかく部屋に戻ってウォーレンに会おう。ブラックヘルへようこそ。ビクトリアに超怒られる。217号室？ここには絶対入らない。ジュリエット、スーパーレポーター。レーナは根っからのチアリーダーだな。何これ、本当にバカみたい。勘弁してよ、ビクトリア。何も書いてない。何も言いたいことがないの。ただいま、私の小さなお城。 USB にメッセージまで仕込んでた。ウォーレンはお茶目だな。18歳になったなんて大人には見えないな。顔色悪いだけで。ようほう、キャプテン。あなたがいてくれると頼もしいよ。片目を飲み込んじゃって病院に運ばれた日からの親友だもんね。はあ、なんだか疲れちゃったよ。変なことばっかり起きるし、いつまで続くのこれ。目が覚めたら全部夢でしたってことにならないかな。ポーの死みたいに夢のまた夢だったりして。はあ、マックス&クロエ、ずっと友達だったはずなのに。いい加減クロエに連絡しないと。遅くなるほど気まずくなるし。レーナがメモを置いていったみたい。もうレーナの部屋に USB を取りに行かなきゃ。ノート PC が構ってほしそうにしてる。ダニエルはすごいな。
私を描いたからって何か言われないといいけど。このサイト大好き。ヴィンテージカメラがこんなに。ウォーレンってば本当おかしい。ここでちゃんと友達ができてよかった。あなたのことは忘れてないよ、リサ。まだね。カラカラだ。私ダメなママね。はい、お水。ケイトに10月は黄昏の国を借りてよかった。ブラッドベリー集めようかな。ママは誕生日にチョコクッキーをこんなに大きな箱で送ってくれたし、200ドルの商品券も忍ばせてくれてた。おかげで寂しい誕生日にはならなかった。自分が18なんて信じられない。この年まで写真を続けさせてもらえてよかった。言うまで絶対開けないから。まったく、リアリティショーじゃあるまいし。お願いだからドアを開けて。ジュリエット、今にも泣き崩れそう。ジュリエット、どうかしたの？どうもしなかったらレーナを部屋に閉じ込めたりしないし。何があったの？あの女、人の彼氏とエロチャットしたのよ。ひどいね。なんでわかったの？友達でしょ？人の男とエロチャットするような人が？そんなことがあったんだ。でも、なんでわかったの？あなたに関係ないでしょ？いちいち詮索しないでくれる？これまで話しかけたことないくせに。だから今話してるの。私の名字は？ジュリエット・ワトソンでしょ。意外。私の名字知らないと思った。知ってるよ。人と話すのは得意じゃないけど、困ってるならほっとけない。で、どうしてわかったの？ビクトリアによれば、レーナは男のためなら何でもするって。ビクトリアに聞いたの？そっか。チャットのログ見たって。ザックはさっきから電話出ないし、レーナが認めたらここを開けてあげる。絶好だけど。マックス、本当に誤解なの。きっとビクトリアの仕業で、彼女の部屋に証拠があるはず。自撮りしてるじゃん。写真でちょっとしたメッセージを送ろうかな。これを動かしてこっちに。うん、だんだん見えてきた。親がチェイススペースのオーナー？素直に感心した。厳しいね。私と違って作品をアピールしてるだけマシか。ヴィンテージの中盤カメラにいいプライムレンズ。許すマジ、ビクトリア。もちろんビクトリアだから高いノートを使ってるよね。
私の写真をアップしたかだけ見せて。さっきの写真じゃなく素敵な写真を撮ってあげたのは評価できるね。これだ、ジュリエットに見せるべきメール。さっさとプリントしてここから出よう。ビクトリアってこんなにレイチェルが嫌いなの？ビクトリアってジェファソン先生を崇拝してる。再生紙じゃないじゃん。地球を大事にしてないな。今回はいいことのためだからチャラね。これでデーナが無実って信じてくれるかな。この記事見てビクトリアはジュリエットにキレたんじゃないかな。いいプラズマテレビ。また忍び込んでファイナルファンタジーでも見ようかな。誰が何と言おうと素晴らしい SF 映画なんだから。ディオールにジバンシー、私の学費分は入ってそう。ジュリエット、これ。そういうこと？デーナ、ごめん。私がバカだった。本当だよ。信じられない。私がザックに手を出すと思う？分かってる。頭に血が昇っちゃって、お詫びにおごるから。友達でいて。洗濯もやってよね。ありがとう。マックスは忍者みたいだね。ザックにビクトリアのこと問い詰めてくる。マックス、ありがとう。助かった。 USB は机の上だよ。あとは USB を持ってウォーレンに会いに行くだけ。チアリーダーの生活ってどんなだろう。いろいろあるんだろうな。USB メモリ。愛しい USB、 もう二度と離さないからね。中身が全部あるか見ておかなきゃ。ウォーレンの隠しフォルダは見なくていいか。後悔しそうだしね。あれって妊娠検査薬。ちょっと、人のもの勝手に見ないで。親切なふりして結局詮索。もう帰って。また余計なことして彼女を傷つけちゃった。巻き戻したらフォローできるかな。デーナ、ちゃんと診察に行ったのかな。
読んでて悲しくなるよ。デーナ、かなり溜め込んでるみたい。デーナ、さっきは本当にありがとうね。まったく、ジュリエットも子供みたいなことするんだから呆れちゃう。騙されたジュリエットがかわいそう。ビクトリアを殺さないといいけど。殺されるならザックでしょ。正直私はあんな男には全く興味ないけど、ま、いかにもビクトリアが好きそうなタイプじゃない？お似合いだよ。首を突っ込まないのが一番だよ。ウォーレンはあなたに首ったけだけど。ビクトリアはひどいよ。あんなに恵まれてるのにどうして？友達同士なのに。ボルテックスクラブが全員仲良しと思ったら大間違い。特にビクトリアは敵が多いの。首を突っ込まないのが一番だよ。ウォーレンはあなたに首ったけだけど。いい人だよ。趣味も合うし。 USB メモリーのファイル見たでしょ。マックスっていうフォルダーの中にマニアックな映画がこれでもかってぐらい入ってたよ。ああ、なるほど。あれのことね。どういうこと？別に。 USB の中にマックスっていうフォルダーがあるの気づかなかった？ああ、なるほど。あれのことね。デーナ、余計なお世話かもしれないけど、ちょっと噂を聞いたの。まさか妊娠のこと？誰も信じてないと思うし、気にすることないよ。耳に入れときたかっただけ。本当にみんな耳ざといんだから。ねえ、誰にも言わない？もちろん。私ね、妊娠してたの。過去形。そうなんだ。それじゃあ。本当に妊娠して？ごめん、余計なこと。うん。いいよ。だって本当のことだし。そうなんだ。それじゃあ。無責任な父親なら金曜の試合に向けて練習中。でも、ザックじゃない。じゃあ誰？あ、ごめん、言わなくていいよ。変なこと聞いちゃったね。ごめんね。もうこれ以上は聞かないよ。それにフットボールの試合も見に行かない。あんまり興味ないし。マックスはいい人だね。 USB は机の上にあるよ。ウォーレンによろしくね。デーナ、本当に本当なんだ。